プレーナンバー3の1、トライサーズキックオフ。キッカー73番。スクイブキック。佐藤建設98番がリターン。失礼、88番がリターンです。佐藤建設陣45ヤード近海の攻撃と変わります。プレーナンバー3の2、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣45ヤード。何は9番、ハンドオフから右オフタックルを駆け上がり、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の3、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣45ヤード。なにわ9番、再びハンドオフから中央突破、約7ヤードのゲイン。プレーナンバー3の4、佐藤建設セカンドダウン3、ボールオン相手陣38ヤード。佐藤建設ファーストダウン、ランニングバック2番、トスを受け右オープンへのスイープレー、大きくゲインしファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の5、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣25ヤード。ランニング2番、ハンドオフから左オープンを突き、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー3の6、佐藤建設セカンドダウン8、ボールオン相手陣23ヤード。中央でのプレー、キャリア33番、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の7、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣14ヤード。トライサーズナイスです。ランニング枠13番、ハンドオフから右オフタックルをつきましたが、これはトライサーズ73、80番がアジャストし、ゲインはほとんどなし。
プレーナンバー3の8、佐藤建設相手陣13ヤードからセカンドダウン9。なにわ9番、ハンドオフから左をタックルを突き、約8ヤードのゲイン。プレーナンバー3の9、佐藤建設相手陣8ヤードからサーダウン3。ランニングバック33番ハンドオフからのダイブプレー、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の10、佐藤建設ファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。ウォーターブレイク解けました。プレーナンバー3の10、佐藤建設ファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。中央へのランプレー、ダイブプレー、ゲインは約3ヤード。キャリア47番。プレーナンバー3の11、佐藤建設セカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。タッチダウン。ランニングバック9番ハンドオフから右オフタックルを突き、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。佐藤建設6点獲得。
プレーナンバー 3-12 佐藤建設トライ4ポイント。キックによる1点を狙います。キッカー6番、ここでホイッスル。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム。制限時間内にプレーを始められませんでした。5ヤード抜体してトライ4ポイントやり直しです。プレーナンバー 3-13 トライ4ポイント。キック成功、1点追加。佐藤建設スタンディングベアーズ16点、トライスターズ0点。プレーナンバー 3-14 佐藤建設キックオフ。先ほど得点を挙げた佐藤建設のキックオフで試合再開です。キッカー13番。トライスターズリターン2番。トライスターズ陣35ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー 3-15 トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣33ヤード。ここでホイッスル。イエローフラッグ、反則が発生しております。トライスターズに反則がありました。交代違反。フィールドの中で12人でハドルをしました。アメリカンフットボールはフィールド内では11人以下でなければいけません。5ヤード抜体しファーストダウンやり直しです。プレーナンバー 3-16 トライスターズファーストダウン15、ボールオンは自陣28ヤード。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型をオフェンスが使用しました。5ヤード抜体しファーストダウンのやり直しです。プレーナンバー 3-17 トライスターズ自陣23ヤードからセカンドダウン20、失礼、ファーストダウン20です。パス不成功。クォーターバック10番、パスを投じようとしましたがプレッシャーを浴びパスを投げ捨てました。パス失敗は元の地点からの攻撃と変わります。セカンドダウンに変わります。
プレーナンバー3の18トライサーズセカンドダウン20。パス成功。クォーターバック10番ワイドレシーバー2番にパスを通し約5ヤードのゲイン。プレーナンバー3の19トライサーズサーダウン13。パス不成功。クォーターバック15クォーターバック10番左ロールアウトからパスを投じようとしましたがプレッシャーからパスを投げ捨てました。フォースダウンと変わります。プレーナンバー3の20トライサーズトライフォー、失礼、パントフォーメーション。パンター78番、このパントは佐藤陣、佐藤建設陣ハーフウェイ付近に入ったところで攻守交代になります。ターンオーバー。プレーナンバー3の21佐藤建設ファーストダウン10ボールオン自陣47ヤード。タッチャー。ランニングバック2番ハンドオフから左はフタックルをかかりそこから右にカットワーク。トライサーズディフェンスを置き下にし独走そのままエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。佐藤建設6点獲得。プレーナンバー3の22佐藤建設トライ4ポイント。キッカー6番ここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム遅延行為による反則です。5ヤードバッターしトライ4ポイントをやり直しです。プレーナンバー3の23佐藤建設トライ4ポイント。キッカー6番。キック成功1点追加。佐藤建設スタンディングベアーズ23点、トライサーズ0点。プレーナンバー3の24佐藤建設キックオフ。先ほど得点を挙げた佐藤建設のキックオフで試合再開です。キッカー13番。
トライサーズリターン、リターナー2番、トライサーズ陣38ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー3の25、トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。ナイスキャッチ。クォーターバック19番、ワイドレシーバー34番にパスを通し、約4ヤードのゲイン。プレーナンバー3の25、トライサーズ。自陣42ヤードからセカンドダウン6。パス不成功。クォーターバック19番、タイミングパスを投じようとしましたがカバーされており投げ捨てました。セカンドダウンに変わります。失礼、サードダウンに変わります。プレーナンバー3の27、トライサーズ自陣42ヤードからサードダウン6。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック19番、ワイドレシーバー31番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の28、トライサーズ相手陣46ヤードからファーストダウン10。インターセプト。クォーターバック19番、ワイドレシーバー31番のロングパス、しかしこれを取ったのは佐藤建設47番。攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー3の29、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣47ヤード。何学9番、ハンドオフから左オープンオフタクルを突こうとしましたが、これはトライスターズディフェンスがアジャストし、1ヤードのロス。プレーナンバー3の30、佐藤建設相手陣、失礼、自陣49ヤードからセカンドダウン8。何は9番、トスを受け右オープン展開、しかしこれはアジャスト、ゲインは約3ヤード。タイムアウト、負傷者
ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、佐藤建設23点、トライサーズ0点、攻守方向入れ替え第4クォーターに移ります。第4クォーターはこれまでの得点の奪い合いに加え、時間を奪い合う戦いが始まります。